情熱木島大陸やっていきたいと思います。おはようございます。あ、おはようございます。すいません、各界隈に漏らしちゃいけない情報とかあったりするので、はきまです。公開前の打ち合わせなんでちょっとまだ撮影です。あ、厳しいですか。はい、カジサックと、カジサックとはですか。どうも、カジサックです。さあ、今日なんですけども、情熱木島大陸やっていきたいと思います。まあこれはもうね、はい、まあ情熱大陸さんのパロディーだったりするんですけども、はい、結構ね、視聴者さんからコメント欄の方で木島さんのこともっと知りたいみたいな、うん、そうですよね。最近木島くんファンが急増してるんですよ。人気ありますよね。めちゃくちゃ人気あるから、木島くんに対しての誹謗中傷ゼロやからね。確かにマジでゼロ。俺や安武やトンボやめちゃめちゃ来るけど、そんなほんまに勘弁してくれよ、もう。いやいや、でも木島君はそりゃそうですよ。確かに。やっぱり真面目ですから。そうですね。プラスね、僕個人的にも、うん、その木島君ってほんまに頑張ってくれてんだよ。確かに。毎日毎日、カジサックのマネージャー、ちょっと特殊だったりすると思うんですよ。普通の芸人さんのタレントさんのマネージメントよりも、多分忙しいね。そうですね。やることがたくさんあるから、カジサックのマネージャーって。はい、だから、皆さんにも、見てほしい、うん、これぐらい木島くんは頑張ってるんだよっていうのを、はい、プラスあの視聴者さんの中でね、うん、こういう仕事をマネージメントとかやってみたいという方もたくさんいらっしゃるかもしれない、うん、だから見てみてほしいなと思って、うん、いいですねそれは。そう、うん、ただあくまでも先ほども言いましたけども、ちょっと特殊なんで、うん、カジサックのマネージャーっていうのは、うん、でもどう思われるのかちょっとあれですけども、はい、ちょっと見てもらいたいなと思ってます、はい、で今回あの情熱大陸のパロディということなんで、はい、あのいつもね、はい、音楽を作ってくれている、はいはい、チームカジサックの、まあ、大輔さん、はい、今回も作ってくれたんですけども、はい、ちょっとね、はい、まあ、見てもらおうかな。俺ね、さすがに今回怒られるんだよ。さすがに、おー、まあ、ボケらの渋滞とかさ、はいはい、やってくださった僕らの時代の音楽とかもだいぶ似てるように作ってくれたけど、うん、そうね、今回僕聞いたんです、音楽だけ、はいはい、ちょっとさすがにやりすぎちゃうかな思ってるんですけども、まあそれはちょっと見ていただいたら分かると思います、はい、そして今回土橋くんがね、はい、木島くんに密着で、密着させていただきました、ついてくれたというか、はい、朝からでしょ。そうです、丸一日密着、丸一日やんか。んこれ相当僕まだ見てないんで、はい、ちょっと楽しみですけども、そんな感じでやっていきたいなと思いますんで、はい、情熱木島体力をお楽しみください。お願いします。2018年に YouTube チャンネルを開設し、現在チャンネル登録者数220万人を超える YouTuber カジサック。今回そんなカジサックを陰で支える男の一日に密着した。おはようございます。あ、おはようございます。すいません、一日密着させていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。カジサックの現場マネージャー木島貴弘、25歳。今年で吉本興業入社4年目である彼は、入社1年目からカジサックのマネージャーを担当している。これからってどういう感じの流れになりますか。さっき起きたばっかりなので、今からちょっと体温を測って体温の報告だったり、昨日ちょっと来てたメールのちょっと処理を。1日の始まりは起きてすぐのメールの確認から。木島の朝は早い。これなんですか。それはキングコングが園芸グランドスラムに行ってた時の、はい、その胸につける園芸グランドスラムの、あの出演者がつけるバッジで、はい、どんな持ってるんですか。あのキングコングの、まあ、担当した、まあ、梶原さん担当していた、まあ、記念としてこれはあのプレゼントしてあげるよって言って。見ても大丈夫ですか。はい、あのバッジですもんね。そうですね、これをいただいて。わあ、すごっ。これが2018年のキングコングって。あ、っていうと、はい、あれですね、そういえばこれもあの、はい、これなんですけど、前あのせんちゃんに木島さんあげるって。かわいい。ピアノみたいで。あ、ピアノの折り紙、はい、もらったんで置いてますね。お酒だけじゃないんですね、木島さんの家には。お酒がやっぱりそうですね、はい、お酒が多くて、こういうすみません、終わりました。あ、はい、はい、今から準備して。あ、はい、
はい、わかりました。休む間もなく出社の準備。身支度に要した時間はたったの5分。はい、大丈夫です。じゃあこれから出社っていう形ですかね。はい、はい、じゃあちょっとまたついていかせていただきますね、はい、よろしくお願いします。お願いします。朝の、まあ、お仕事というか、デスクでやるわけじゃないんですね。そうですね、なんか特に自分の決まったデスクとかあるわけではなく、まあ、もう好きな場所で、ちょっと今日このまま撮影もあるっていうので、ちょっと特別にちょっとここも借りたりして、まあ、周りの多分お話とかも聞こえると、まあ、まだ外部に漏らしちゃいけない情報とかもあったりするので。あ、ありがとうございます。モザイクをかけるという条件で木島の1ヶ月のスケジュールを特別に見せてもらえた。そうですね、梶原さんと、あ、すごい、あともう中学生さんと、あと自分のスケジュール、もうびっしり、まあ、まあそうですね、3人のスケジュールなんでびっしりはなっちゃうんですけれども、やってますね。人気芸人を多く抱える吉本では1人のマネージャーが複数の芸人を担当することは当たり前。決して楽とは言い難いこの仕事をなぜ木島は選んだのか。1996年1月、和歌山県で生まれる。姉が2人、3人兄弟の末っ子として育った木島は、冷静であまり笑わない子供だった。その後、中高を経て慶應義塾大学に進学。入部した応援部で体験したある出来事が、彼を吉本へと導いた。3年生の時に早慶戦の野球の、試合前企画っていうので吉本の芸人さんウーマンラッシュアワーさんがいらっしゃった時に、はい、自分たちがいつも応援している舞台で10分間の漫才をしてくださったんですね、はい、その時に今まで見たことないぐらいお客さんが笑っていて盛り上がっていて、でもその時に何でしょう、今までもう自分たちが80年くらい歴史あって応援を盛り上げるっていうのに特化している自負があったのに、何でしょう、すごい悔しいなって思う気持ちと同時に、芸人さんってこんなマイク一本でこの10分間こんなに人盛り上げられるんだっていう尊敬の、はい、何でしょう、思いっていうのが出てきて、それでそういった尊敬する芸人さんに関わっていきたいなっていうのが、そういった思いで吉本にしまして、それで縁があって入社させていただいたっていうことが、そうですね、入社のきっかけになっています。簡単な昼食を済ませた後は昼休憩の時間を使い、配信前のカジサックの動画をプレビュー。カジサックチャンネルではチーム全員がプレビューを行う。内容やテロップにミスがないかを確認するプレビューは木島にとっても大切な仕事の一つである。あ、そういうのも持ってくるんですね、木島さん。そうですね、ちょっと会社に結構届くので。すみません、ちょっと引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、今、撮影現場に向かっている感じですね。はい。はい、ちょっと今日は荷物がなかなか大きい撮影機材がありまして、はい、それをちょっと運ぶために特別にタクシーを使っている状況です。あ、なるほど。はい。すみません、ちょっとパソコンで作業していいですか。あ、全然、はい。移動の時間も貴重な作業時間。木島に休息などない。あ、すいません、ちょっともうちょっとさんからで。はい。はい、木島です。あ、お疲れ様です。すみません、お忙しい中。あ、こちらこそ、すみません、ありがとうございました。はい、わかりました。ありがとうございます。すみません、テストをお受けしますが、お願いいたします。はい、失礼します。どうも、梶作です。どうも、美作です。ですチームが集合し、カジサックの動画撮影がスタート。終始笑いに包まれているこの撮影時間が木島にとって心が休まる時間なのかもしれない。撮影の合間、少しでも時間ができるとパソコンを取り出し作業開始。やっぱこういう時間使ってやらないといろいろ間に合わない作業があったりとかするんです。そうですね、ちょっと今も出てもきちゃって、あ、全然すいません、どうぞ。どんな時でも仕事に一生懸命、そんな木島のことをどう思っているのか、カジサックに聞いてみた。
まあまあ一言で言うならば最高のマネージャーかな、うん、まあ今まで自分はいろんなマネージャーにお世話になってきたけども、その中でももう最高のマネージャーじゃないかなって本当に思いますね。なんでやろ、もう真面目やし、めちゃくちゃ情熱的やし、うん、唯一言うなら扉閉めるのちょっと強いっていう感じかな、なんかっていうぐらい、なんか他にあんまりここがあんまりやねんとかいうのはない感じかな。撮影が終わると再び吉本へ、新しいプロジェクトの会議があるという。これから打ち合わせですか。はい、打ち合わせです。打ち合わせの姿で撮ったりとかってできたりしますか。ちょっとまだあの公開前の打ち合わせなんで、ちょっとまだ撮影ですね。あ、厳しいですか。はい、失礼します。新たなプロジェクトの打ち合わせは2時間ほど続いた。ああ、すみません。すみません。すみません。今日はこれで終わり。ちょっとだけ、自分少しだけ。あ、まだあるんですね。そうですね、ちょっとだけ。さらに30分ほど作業をして、本日の仕事はようやく終了。すみません、お疲れ様でした。今日これで終わりですか。はい、これで終わりです。また家でもお話聞きたいと思ってるんで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。じゃあすいません、はい、よろしくお願いします。食事はほとんど近所のコンビニで済ますという木島、食事も決して時間をかけないのが木島流。ちなみに家事サックやってて、はい、しんどかったなみたいな、これきつかったなみたいなこととなんか。かった。なんかあのフワちゃんと、はい、あのコラボした時に、あ、原宿で3店舗ぐらいタピオカ屋さん行った時に、はい、ちょっとまあフワちゃんとカジサックなんで、ちょっとあの人だかりができちゃうと、人の多いところを通らないように、なんか前日とかにちょっとどういうルートたどると一番人に合わないかみたいなのを行って、 ロケハンして、それでっていうのはちょっとまあ大変というか、まあ大変だっていうのがあんまりあれで。帰宅後少し落ち着いた彼にこんなことを聞いてみた。そうですね、やっぱりあの、まあカジサックの動画を出して、まああの再生回数が良かったりとか、あと、まあ、もうそれこそ視聴者さんの皆さんに ありがたいコメントをいただいているときに、あの皆様に、喜びだったり、それまあ楽しいものの提供の、まあ、魅力ながらお力添えできてるっていう実感が湧いた時は、やっぱりこの仕事やっててよかったなとか思いますし、毎回毎回こんな考え方をするんだとか、こうやって皆さん面白いこと考えてるんだっていうのを実感するので、そういったところに立ち会えてるのは本当に楽しいですし、やりがいを感じるかなと思ってます。ちょっと最後に一つ聞きたいんですけど、はい、マネージャー木島さんにとって、はい、カジサックとは、カジサックとはですか、恩人とかですかね。本当に何でしょう、右も左もわからない時からすごくいろいろ教えてくださったり、あとはもう自分には絶対見れないような世界だったり、本当にもうそれこそ100万人達成だったり200万人達成とか、お祝いをできるなんて本当に心から嬉しかったですし、もう本当に一生かかっても返しきれないような恩をくださった方っていう、まあ、存在というか、まあ、自分にとっての価値作ですかね。大丈夫ですかね、こんなんで。あ、全然大丈夫です。誰が興味あるのかな。一日密着させていただいてありがとうございました。どうもです。もう本当にもうあとはもうやることで、まあそうですね、まあ、今日ちょっと今日、まあ、配信された動画のコメントとかちょこちょこ見ながら、なんかどんな反応だったのかなとか、あ、はい、ね、見るのが楽しくて、すいません。どうぞ気になさらずに。すいません。
カジサックを裏で支えていたマネージャーは、カジサックと同じように真面目で熱心に一生懸命仕事に取り組む最高に情熱的なマネージャーであった。俺なんか素晴らしい VTR でしたけども、はい、ありがとうね。なんか一日ね、土橋くんも、はい、密着してくれたということで、とんでもないです。初めて俺木島くんの家見たわ。恥ずかしいです、うん、俺なんかイメージとちょっとちゃうかった。どんなイメージされてたんですか。なんかまあこれ言葉はなんつってんだろうな、うん、思いのほか男臭かったな。なんかもっとなんかピチッてしてる。確かに確かに。イメージがあって、なんかお酒とかあんなところにバーン並んでたりとか。めちゃくちゃ置いてありましたね。あんな部屋干ししてんねやとか。ちょっとなんかすごい真面目やからピッチリしてんのかなって、そうでもなかったよな。そうですね、クローゼット狭かったりするので全部あそこに干してたりとか。なるほどな、ね、でも最近あれなんですよ、木島君もちょっと引っ越し考えてて。おら、そうです、2段階ぐらい上がるんですよ。あら、2段階ぐらい。だから部屋干しもしないようなね。まあ部屋干しが悪いわけじゃないですけども、お酒もちゃんと収納できるところを引っ越すんですけども、いやでも本当にね、まああくまでもこれは一日ね、今回密着しましたけども、違う日はねもっと忙しかったりする日もあるだろうし、あと逆にね休みの日だったり、結構ね安田家と僕が熊本梶坂のジャナイトで行ってる時とかに休んでなー言うて2泊3泊とかで行ったりするから、その時に休んでもらったりとかしてますけども、いやでも大変な仕事ですよねやっぱり。とんでもないです、とんでもないです、もうとんでもない、全然全然、もう梶坂とかも皆さんに比べたら全然そんな、自分でできることは今度微力なので、もう皆さんちょっとでも支えになれればなと思って。真面目真面目木島。そうそう、あとねあの VTR の中にもありましたけども、実は解作だけじゃなくて、最近もう中学生さんもね、はい、やってたりするということなんですけども、はい、まあこれちょっとね僕個人的にねちょっと皆さんのお話ししたいのは、言うてもまあチーム解作でみんなで動いてます、ね、木島君もチーム解作の一員なんですけども、あくまでも吉本興業の社員であって、まあこれはちょっと寂しい話になりますけども、ずっとこのまま木島くんがチーム開拓にいるかって言ったら多分そうではないと思うね、うん、吉本興業の社員ということなんで、いろんなタレントさんだったりとかいろんな仕事も今後木島くんがね、こうなんて言うんでしょうね、階段を上がっていく上には必要なことだったりするから、どうなの木島くんがさ、今後将来、まあ、何年先でもいい、こんなことやっていきたいみたいな、はい、今言うてもこの世界に入ってほとんど家事サックとしか仕事してないやんか、はい、なんかやっていきたいこととかあんの。そうですね、もう結構もう今本当にまあ楽しくて、うん、まあ、本当にこんな貴重な経験させていただいてることってなかなかないと思うので、うん、ちょっと具体的なあれはないんですが、うんうん、まあ、この経験をもとに何か、何でしょう、 YouTube なのか、うん、それともまああのコンテンツ作りとか、うんうん、そういうあの、大きなお仕事だったりに関われるようなちょっと人間になっていきたいなと思います。いやー素晴らしい。まあ俺はいつか社長になってほしいけどな。うん、こう出世街道をこう走っていっていただきたいなと思いますよ、うん、これからも頑張ってね本当に、はい、ありがとうございます。そしていつまでになるか分かりませんけども、うん、ちょっとしばらくはね、はい、解説まだよろしくお願いいたします。お願いします。で最後にですね、あの大輔さん、うん、ちょっと似せすぎです。本当にものすごい素晴らしいお仕事してくれてるんですけど、今後も多分パラディ系やっていくやんか。もうちょっとだけ外してください。あまりにも近い音楽がありがたいですけどもね、はい、とにかく今回は木島くん、マネージャー木島くんの一日密着でした。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。